い、どうもジャッケンです。どうもマッシュです。よろしくお願いします。いや、これすごいですよ皆さん。こんなコラボないっすよ。いやそうですね、確かに。はい、こちらも大先輩 YouTuber のマッシュさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか不思議っすね、先輩っていう。先輩先輩っすよ、本当に。ずっと見てました。あ、本当ですか。うわ、嬉しいな、ありがとうございます。はい、というわけですね、本日なんですけども、本当はこの企画じゃないと。ジョーダン村上さん、皆さん知ってますか。すごい社長さんが作ったね、新しい原宿にスニーカーショップ。はい、こちら、じゃん、スニセカですね。スニセカ45って書いて、はい、スニセカって読むんですけども、はい、なるほどなるほど、はい、っていうスニーカーショップがなんと新オープン、オープンしました。これは去年の12月28日なんで、まだ本当に数日って感じ。ほやほやじゃないですか。ほやほやですね。まあ本来だったらね、他の企画で呼ばれたんですけど、ね、なんでいないんですか。いや、なんか岡山帰っちゃいましたね。いや、おかしいでしょ。いや、おかしいのよ。いや、ほんとそうなんですけど、まあ、ちょっと岡山帰るってことで、仕方なく僕が今日あのお店、僕もやってるんですよ、ここで、はい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 、なんでまあ案内役として来ました。今回は、はい、ジョーダン村川さんを超えるとんでもねえゲストがここにいるんですよ。そうですね、中でいろいろ品定めしてますけども。はい、というわけでね、原宿にできたから皆さんすげえ気になると思う。スニセカ見ていきたいなと思います。そうやね、行ってみましょう。My bop and unlike me too. No roof on my top and my babe see through. はい、というわけでね。こんにちは、ゲセです。おい、いつももっとなんか弾けてるだろ。なんで緊張してんすか。高校生です。叩かれればいい。やばくないですか。高校生でこんなネックレスつけて。これいくらですか。これでもゴローズで、はい、ゴローズでじゃないんだよ。ゴローズでじゃないんだよ、高校生で。おかしいんだって。10万ぐらいだった。10万。俺高校生の時一番高い校で制服でしたよ。普通そうですよ、普通は。もう今すごいコメント荒れてますからね。本当、叩かれればいい、本当に。まあでもね、すごいちゃんと頑張って働いて、バイトして買っているお金なので、はいはい、高品じゃないですかね。違います、ね、そこだけは、そこだけしっかりしてるんで、はい、じゃあ、いろいろと案内していただきましょう、はい、ぜひ見てみましょう。でもこれ本当皆さんすごいですよ、このビッグゲスト、はい、ここがまあ買い取ったスニーカーだったりとか、もともとここベクトルってのが親会社なんで、はいはいはい、ベクトルでもともと持ってたスニーカーとかをここは飾ってるって感じですね。結構でも見た感じ状態いいですよね。状態いいですね。やっぱ状態いいのとサイズいいのを優先に買い取ってって感じで、これとか僕は全然相場とか知らないです。これ2万5000円税込みだと安いんじゃないですか。結構安いと思いますね。ですよね。今ローカット結構やっぱり流行りなんで、人気なんですよ。あとダンクとかこの辺はもう売れ筋ですね。やっぱり結構毎日お客さんが来て売れてるって感じですか。売れてるっすね。でダンクが特に売れてますね、やっぱ。もうオープンして数日ですけど、ダンクはもう売りに来る人も多いし、買うのも多いしみたいな。回転率が、回転が早いですね、めちゃくちゃ。僕のサイズじゃないですか。おや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 、最近これ上がってるんですよ。最初は2万5、6000円とかだったんですけど、はい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 、今じゃあもう多分4万800円税込みじゃないですか。税込みで、はい、スニダンと多分どっこいどっこいぐらい価格なんで、結構ここで見て買えるんだったらいいですね。いや、そうですね、試着もできるんで。試着できるんですか。試着も大丈夫ですよ。ここクリアソールじゃないですか、はいはい、黄ばむんですよ。あ、時間経つとそうっすよね。これいいっすね。綺麗ですね。おお、ここにいる。おお、すいません、すいません、本命です。ケンジ君がアトモス TV に出てもらって、いや今回もケンジ君が来るって言ったんで、ちょっと挨拶しに。嬉しすぎる、サプライズですよ。友達の村川君っていうのは岡山に飲み会に帰っちゃったんですよ。飲み会に帰ったんですか。そう、飲み会、姉ちゃんと飲み会するみたいな。いないからもう言い放題みたいな。あの、ね、一応あのことづけ扱ってて、はい、お姉ちゃんは否定しといてくれた。いや本当、健全な会議って言ってました。いやいや全然会議じゃない、だってさっきまで東京いたもん。あ、本当そうなんですか。そう、さっきまで東京いて、いや早く帰んないと夜姉ちゃん会えないから。本当ですか。いや本当、6時30分から打ち合わせ姉ちゃんと。会議って聞いてるんですけどね。いや全然全然、大事な撮影なのにおっぱい優先しちゃって。いや、どうなんですかね。おっぱい成人だから。なんかすごい大事な会議とは聞いてたんですけど。いや本当に、はい、ケンジ君どう、これ僕の店じゃないんだけど、村川君の店で。これさ、村川君いないから、はい、僕たちあれしてみる、村川君電話してよ、それで靴くれって言われる。ダメそれ。え、でも逆に回ってる時じゃないと調子に乗って言わないと思うんで、これやってみましょう。意外と僕視聴者プレゼントします。僕は自分で履きます。村川ちゃん、は
はい、今みんなでさ YouTube 撮ってんだけど、なんか村川ちゃんのプレゼント企画っていうのが出てきたんだけどさ、プレゼント企画、プレゼント企画、僕たちになんか靴をプレゼントしてくれるんじゃないかっていう。もう YouTube 待ってるよこれ。いいって言わないとなんか嫌な感じになっちゃう。いい？買いますよ、ベビージョーダン。うん、違う、そういうんじゃなくて僕たちにプレゼントするの。僕たちに。いや、いい？履けない、はい、はい、どう？いいの？めっちゃ困ってる。100円ショップで買いますよ、100円ショップ。いやいや、だってほら今回ってるから、それをみんな消費者の人に、いや村川ちゃん太っ腹だなっていうのを。どうこれ企画。もう待ってる待ってる、 YouTube 待ってるよ。今ケンジ君、あ、お疲れ様です。はじめまして、村川さん。なんで僕よりお姉ちゃん撮ったんですか？いや僕傷つきましたよ。まだ会ってないですけど傷つきましたよ。え、会議ですよね村川さん。いや、違うんですよ。村川ちゃん、それでほら靴くれんの？ほら僕たちさ3人いてさ寂しく撮ってるから、なんか本当に盛り上がんないといけないから、これとか言ってくれる？3万円までの靴を1足とかさ、そういうなんかプレゼント企画ないの？僕原宿のお店でヴィンテージのスニーカー買ったんで、37センチの。それでどうしたの？近くのお店で。いやいや、近くの店じゃん。いやいや、僕たちにさプレゼント企画してよ、プレゼント企画。あ、だからそれ出します。それ出すんじゃなくて、僕たちが選んだの出さないとさ、はい、みんなお客さんがさそんな32センチ履けるやついないやん。3万円なんだします。おー、それで3万円の3人だから9万円だ、9万円。え、いやいや、無理無理。いやいや、9万円、2足 OK? 2足、うん、2足 OK で。オッケー、ありがとう。いいな、もう太っ腹。マジっすか？本当に。じゃあ、もうこれだけだから。ありがとう。じゃあ、いや、もう、もう知らないから、もうあれ。じゃあ、金次君、どれ？あ、そうっすね。じゃあ、選んでみましょう。あのね、すごい。すごいっすね。2足くれることになっちゃいましたね。3万円まで。3万円まで。どうしようかな。結構幅広く取れますよ、3万までだったら、ね、ダンクは基本いけんじゃないですかね。ダンクは意外と最近ちょっとダンク離れっていうか、はい、がちょっとね。ここはじゃあ一旦置いときますね。あ、でもこれとかみんな絶対欲しいでしょ。いやー、これちょうど、ちょうど予算の範囲。予算の、これ全然 OK でしょ。3万円まではすごい選ぶね。もうキワ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 。これちょっとキープだな。あ、いいっすね。 26.5 だから結構みんな欲しがるサイズじゃないですか。確かに確かに。これどう、中古？こっちそうですね、ちょっと履いたやつなんで。価格は中古はちょっとやっぱり視聴者はどうせならそうですね、新品が。アパレルでもいいんじゃないですか、3枚。アパレルもいいね。僕気になったものなんですよ、シュプリーム。いいですね、ヤンキースの。そうだ、もうこれね、3万円。いや、もっと安いんですよ。2万2800円ぐらい。ちょっと、本名さんがすごい、あれ本名さんが飾りの服取り始めましたけど。あ、僕映さないで、ちょっと僕ひげるかな。あ、了解です、了解です。これ結構状態いいんですよね。昔メルカリで買った時、これひび割れてて3、4万しましたから。あー、じゃあこれなかなか。タグもすごい綺麗なんですよ、これ。うんうんうん。だこれと、いや、シュプリームちょっとセットはな。シュプリームセットちょっとな。これ自分で着れるんだけどな。みんなもう、ホーミロさんは自分のものもらってます。あー、確かにそうですね、プレゼント用というよりはウキウキで試着始めちゃってますね。じゃ、こことかもキスあるんですよ。うんうんうん。で、ここの店員さんなんですけど、なんかね、キス着てんすよ。で、これしかも、今週っすよ。今週も今週です。絶対店行って買いましたもん。もちろん、朝から並びました。来るって言ってたから、多分スタッフ気合い入れて。そうです、はい、そうなんだ。来てる、合わせてんだ、はい、全然関係ないですよ、僕。全然。で、ここキスあるんですよ、スターウォーズの。まあ、どんなキス来ても魂売ってますからね、この時点で。確かに。でもこれ結構やり安いです。23,800円は。これも店ヴィンテージティー、これ2万円は。これ安いですね。キス置いてる店少ないんで、うんうん、これありがたいですよね。いや、もうこれあんま行っちゃうのよ、怒られちゃうんで。大丈夫大丈夫。これもね、23,800円。これね、意外とここ刺繍なんですよ。こういうところがすごい細かくていいなと思ったんですけど、まあ、買わなかったですけど、僕唯一買ったのはこれっすね。
で35,000円、キスもありつつ、まあニューバランスもちらほらみたいな。ニューバランスこれ結構頑張って買い取ってる感じですか？そうですね、この辺も安い。16,800円、中古といえどもこの値段はなかなか出せないですよね。また魂売ってる。これでもサイズどうですか？28.5ですね。ちょっと4キュッパ高いですね。でもこっちに新品あるんですね。こっちはこれなんですよ。今やってんだ。買取のキャンペーン中で1万円買取が成立するとくじ引けて当たるとこういうのが出るよ。あ、ここ景品なんですね。はい、で今出たやつバッテンつけてるんですけど、トラビスとか出ちゃいます。この前遊びに来た後にこれ売れましたね、多分。あ、そうですね、ちょうど後ぐらいにお客さんが当ててっちゃいました。へ、ね、えー、これ毎日売りに行ったらダメなんですか？1日1回まで大丈夫です。1日1回だったら毎日、はい、毎日全然大丈夫。売りに来てこういうの当てればワンチャンもしかしたらもっと増える可能性はあります。可能性はありますね。なるほど、いい企画ですね。これとかもビンテージなんですか？そうですね、それは僕の商材なんですけども、80年代のエナメルのバッグですね。商材ってどういうことですか？実はここお店僕もやってて、はいはいはい、こっちのスニーカーとかはスニセカのベクトル側がやってるもので、はいはい、今多分この後ろにある。あ、なるほどね、こっちなんですね。そうなんです、なんかこっちガチの古着屋さん感ありますね。そうですね、ここは本当に僕が集めたヴィンテージの古着だったりとか、はいはい、あとカスタムしたアイテムとか並べてるんですけ ど、ここが僕のコーナーって感じですね。なんか聞いた噂だと、はい、こっちよりもこっちの方が売れてるっていう。いや、まあまあまあ、通りがやっぱりヴィンテージの通りなんで、この原宿通りが割となんかチラッと来て買っていく方とかはいたりするんですね。下もそうなんですか？下もそうです。これはサンプルのバンズなんで、基本的にこの世の中に一足ずつしかない。サンプルのバンズ、はい、やばいです。ちょっと触っても大丈夫ですか？大丈夫、全然全然大丈夫。サンプルってことが大好きなんですよ。あ、そうなんですね。大丈夫ですか？12,800円、桁違ってません？いや、結構頑張ってます。海外のディーラーさんにめちゃくちゃ頼んで、はい、オープンするから入れさせてくれっつって頑張って交渉したんですけども、タグの後ろにもこのサンプル Not for Resale って入ってるんですよね。へー、リセールしてるじゃないですか。そうなんですよ。あんま大々的にやってるともしかしたら怒られちゃうかも。でも全部海外企画なんですよね、これ。なるほどなるほど。ヴィンテージで言うとこの辺とか 80s のアディダスのセットアップとか、かっこいいな。この辺とかももう最近ほぼ出なくなってるやつだね。へー、すごいですね。まあ、ちょっとジョーダン村川さんお姉ちゃんと遊びに来たんで会議らしいですけどね、はいはいはい、こちらね、ジョーダン村川さんという方がいましてですね、いろいろ面白い企画やってますよね。そうですね、ブツブツ交換だったりとかね。で、ジョーダン村川さんが集めてるコレクションがここら辺にいっぱいあるというわけで、これめっちゃ安いっすよね。そうですね、それ94年のブレッドなんで、はいはい、まあ、価格的にそのぐらいかなっていう。これ6万円なんですよ。6万円で、めちゃめちゃ安い。最初27とかなんで。これって買って大丈夫なんですか？あ、全然大丈夫ですよ、買って。これなんですか？これはアトモスと別注でやってるイカ男、うん、ブレッドカラーの特別なソフビーですね。これも50体限定なんですけど、でここの2つロイヤルとシャドウは本名さんが交渉中ですね。あ、交渉中なんですね、これ開けましょうか。あ、いいんですか？あ、全然全然。でも、どうせ本名さんのものになるでしょ。確かに、もうほぼ格で本名さんのものなんで、じゃあどうせなら本名さんに持ってもらいます。ヤンボリに交渉してるっす。自分のものかのごとく。これ、ね、あの新品なんですよ。80年デッドストック。こんなんないっすよ。これっていくらぐらいなんですか？だいたい市場的な。もし箱とかがあれば100万とか。はい、ね、すごいな。80万とか、箱がないから何とも言えないけど、でも70万、80万相当ぐらいのものと交換してほしいみたいなこと言ってて。なるほどなるほど、はい、で、タダで欲しいって言って。そう、僕タダで欲しい。いや、タダでくれみたいな。ケンジ君も言ってよ、タダでくれよ。動画だったらもしかしたら。村川さん、タダで欲しいそうなんで。よろしくお願いします。ご検討のほどよろしくお願いします。できたばっかのお店つぶれちゃいますよ、お店。下もそうですね、シャドウが。これシャドウ、はい、シャドウも開けますか？これシャドウ、はい、これでも誰か磨いちゃったらしいんですよ。磨くとこんな感じになっちゃうの？ちゃんとここだけ磨きゃいいのにここ磨いちゃったみたいな。あの市販のブラシでガーってやっちゃったみたいで。これ中古なんですか？いや、これも一応デッドだったんですけど、はい、ちょっとこういうダメージが入っちゃったっていう。あー、なるほどね。もったいない。もうインソールとかも残ってるんですよ、当時のやつ。しかもここも残ってるっていう、サイズの表記も残ってるっていう。イレブンじゃないですか？ちょっと探してもいいですか？ここにイレブンって書いてあるんですよ。やっぱ硬いですね。イレブンじゃない？確かに欲しい。欲しい。まあ、超欲しいですよね。欲しい。いや、これ上げ出したらちょっと経営者としてちょっと疑ってしまいますね。僕85年のものいくつか持ってないんですよ。ちょっと欲しいなと思う。ワンドオンリーさん、あげる。
違う、ダメ交渉、まあそうですね、まあ、本業さんと交渉した後だったらまあさらに交渉していただいて20万再生したらいいんじゃない。あー、そうですね、もしかしたらすれば村川さんも首を縦に振るかもしれない。確かにね、僕たちもジョーダン村川さんと言ってないですよ、おっぱい村川さんおっぱい村川さんなんだ本当にやばい客見てるな。これでも11、11、11、この状態はほんとかなり綺麗ですね。いや、ほんとないよ、多分。いや、絶対アメリカでもなかなかないですもんね。いや、ほんと出ないと思います。いや、日本人の方が持ってんね。意外と履かずになんかこう持ってたりは。これ今もうそれのうちオークションに出てくると思う。もう今オークションだもんね。まあそうっすね、昔の。はい、村川さんちょっとお待ちよろしくお願いします。ぜひぜひお願いします。僕も欲しいです。いい話だな。もうあげるってなったら僕も参加しますそれはもちろんあとこことかも実際にあのジョーダンが履いたシリーズです、ね、本当に履いたんですかこれ。一応鑑定書もついてるんで、あの鑑定書も本物なんで本当に履いたらしいですね。そうですね、この辺はでももう売約入っちゃってて。売約入ってる。はい、こっちがジョーダンが野球に行った時のスパイク。スパイク45足しかないです。45足すごいっすね。サイン入り。ちなみにお値段はこのショーケースとかこのボールとか全部込み込みで約200万ぐらい。200万って言ってましたね。仮にこのケースを別注しようと思うとケースだけで15万ぐらいかかるんですよ。しますよね、それはしますよ。なんでまあ実質180とか70ぐらいではあるんですけど、まあそれでも高くは高いですね。こっちストームブルー、これも85年のストームブルー、これも見てみますか。これはおいくらなんですか。これもでもあっちのシャドウよりは安いんじゃないですか。そうですね、ぐらいではあると思うんですけど。この紫たまらないですよね。やっぱりこの当時物のジョーダン系のシリーズのやっぱ特徴としてここのクッショニングが硬くなるんですけど、ボロボロなってないのがもう相当レアですね。28ぐらいですかね。もしかして交渉中ですか、ストームブルーって。これはね、持ってんだよね。あ、持ってるんですね。何足持ってるんだよ。全然レベル違う話出てきましたけどほら、これさ、色塗ってるじゃん。はい、後からそうですね。なるほど、色塗ってるから、うん、へー詳しい。すごいねじゃこれはもしかしたらお店来たらまだ残ってる。これどう、プレゼントあれでプレゼントチャンネルですか。チャンネル、あ、これ2足決定しました。でもいいんじゃないですかね。3万円あれでも本名さん自分のは勝手にもらう僕は違う、プレゼントじゃない、はい、もらう、僕は自分にもらう。直談判でこれケンジ君は村川さんのなんとかであげます、あげますってケンジ君の YouTube であげようよ。大丈夫ですか、いやもう訴えられないですか。いや大丈夫です、大丈夫です。だっていい貴重もんね。証拠取りましたもんね。そう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 、大丈夫ですよ。え、じゃあちょっとスタッフさんに。そうですね。え、まあいっか。まあそれもう本当。これも？いやこれは違う。これはやばいです。これは実験しますけど。本当ですか？いやいい。だっていいって言ってたじゃん。いや皆さんもう本名さんにガチで頭下げダメっすよこれ。これケンジ君のあれでみんなプレゼントプレゼントって。あ、じゃあありがとうございます。あ、チャンネル登録したプレゼント。そうですね。最後の方にこちらのプレゼントの詳細は載せるのでそれまでちょっと見ててください。ぜひぜひお願いします。よろしくお願いします。はい、そんな感じなんですけども。ありがとうございます。いやありがとうございます、こちらこそ。いやすごいね、まあ一番すごいのは本名さんですよ。まあそうですね、まさかの、ね、本当に訴えられないですか。大丈夫ですか。いや大丈夫、あの証拠はあの使ってくれる法廷とかなんない、はい、なるほどやっぱ高いイメージがあるんですよね、原宿とかって。かなり安いってか一番安いぐらいじゃないですか。いや本当に周りと比べてだいぶ価格競争頑張ってます ね。お金ない学生さん向けにもトレードとかもやってるんですよ。トレード、実際にスニーカー持ってきてもらって、はい、そのスニーカーとそれ相当のスニーカーを交換するみたいな。あ、なるほどなるほど。なんでまあお金なくてももらえちゃうみたいな。面白いですね。全部まあお金持ちですからね。まあ社長はそうです ね。社長はもう皆さんね、ぜひねこの安いのは村川さんが全部負担してるのでぜひねこちらのショップ行ってみてくださいいや本当アパレルもこれからなんかどん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 入れ替わりがありそうな感じはしますよね。そうですね、結構入れ替わってます。なんかシュプリームがあったり、まあ、いろんなねこういった企画とかもどん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 これからやっていくし、おまっしさんの古着とかもどんどん入れ替わっていくのでぜひねスニセカに皆さん来てみてください。僕もなんか置きたいんですよ。あ、物ですか。物。あ、ぜひぜひ。なんかちょっとだけここぐらいちょっと使いたいんですけど、なんかキスとか。いやもう買ってきたヴィンテージを。ああ、ヴィンテージラック、なんかここぐらい。あ、いいですね。じゃあそれちょっとあと後ほどなんか企画でここのラックもみたいなやりましょう。本当ですか、いいんですか。やりましょうやりましょう。大丈夫ですか。やりましょう。マッシュさんの場所なんて大丈夫ですか。大丈夫ですよ。本当ですか。まあ、それかこの1ラックどかして売り物がなくなっちゃうよやりましょうよ。でもそういうのも
というわけでね、そんな感じでね、こちらのショップね、ぜひ来てみてください。プレゼント企画の方法とかは概要欄の方に書いてあるんですけども、受け取りは、まあ、そしたらじゃあ僕らのお店に来てくれたらそこで当選者に渡します。でも大丈夫ですか、地方の方とか。地方の方来たらドンマイか地方の方ドンマイか、ちょっと期間長めに設けるか。なるほど、はい、それかインスタライブ通話して本当か本当じゃないか。あ、まあまあそうですね、して僕は代わりに送りますよ。じゃあもうそれ、あ、ありがとうございます。その後も最初から送れよって言われますけど、まあ近くの人だったらぜひね、この店ね来てみてください。そんな感じで今回の動画終わりたいなと思います。この動画いいなと思ったり参考になったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。そんな感じで終わります。じゃあね、バイ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 。